はい、ユッキーです。今日はですね、沼エビ、大和沼エビと南沼エビのに、餌をあげたいと思います。で、今あげてるんですが、こちら何かというと、もうメダカくんがね、食べてね、これ一応メダカの餌じゃねえんだけど、今日あげたのがこちら、ランチューベビーゴールド SS ってやつ、ヒカリさんのね、これをあげたらね、まあこれ本当はザリガニの餌として買ったんだけど、ちょっとあげてみたんですけど、普通に食べるは食べるんだけど、多分メダカさんがものすごい食べるんで、あれですね、それお前らの餌じゃねえぞおい、それ沼とあれエビの餌なんだけど、もうこいつら味しめてやがるわ完全に。で、普段はこちら、コメットのエビの餌っていうやつをあげたんですけど、これも細かいんですよね。粒が細かくって、で、最近はこれがお気に入り、光の沼エビってやつ。これは割と粒でかいんですよ。で、こいつら、メダカくんがね、食えないレベルの割とちょっとでかめのやつなんで、なんだけど、お前らの餌じゃねえんだよな。君たち、ほら、ちゃんと持ってってるやつもいるんですけど、ちゃんとね、食べてるは食べてるんだけど、こいつも持ってってるわ。エビくん、ヤマト、ちょ、お手玉すんなよ、お手玉。もうほとんど大半こいつら食ってんじゃねえか、これ。一応ランチューのベビーゴールドって結構あれだろう。それの合わせたやつなんだけど、メダカがもう食う食う。つっついては、やっぱりあれなんかな。膨らむと、水を含んで膨らんだから、ちょっと、食べられない状況になってる。でかくなっちゃってね。バラバラにしちゃってる。これで一応食えるは食えるな。結局さ、水を含んで膨らむと、口に入らへんから、それでようやくメダカくんが食えなくなってますね。もうつついとる。それお前らの餌じゃねえっつうのよ、お前。ヤマトくん、でかいね。さすがヤマトくん、でかいわ。落ちたぞ。拾ってる、ほら。ランチューベビーゴールドだーみたいな。結構放卵してるやつもいくつかいるんですけど。ほら、並べてみるともうでかさが段違いだよね。2倍ぐらいあるもんね、普通にね。体長だけでも2倍3倍あるもんね。もうなくなっちゃった。結構やっぱあれだね。割とこう、膨らませて。このエビの餌コメットも結構よく食べてくれるんですけど、ただやっぱちっちゃいんで、それなりにその、入れといて、ふやかすと、ようやく、こいつら、メダカくんが食わなくなる。食えなくなる。こんなもんですかね。ザリくんも健在ですが、残念ながら今日、死にました。最近、
2つに水槽、こっちにも水槽を分けたんですけど、ザリガニ君もね、こっちの水槽に入れたザリガニ君が2匹とも死んでしまって、今現在このね1匹だけになりました。多分やっぱ水質の変化にあれだったんだろうな。ジャリー、ジャリ君ね。ということでね、ということで沼エビちゃんの餌でした。今日あげたのがこのランチューベビーゴールド、3つの菌で健康維持。全くあのランチュー関係ないんだけど、普通に食うんで、まあ割と何でも食うからな。ということで、ご視聴ありがとうございました。